の日にガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。今のはですね、2番をショートカットしたショートカットバージョンでございます。2番やってみたい方は歌詞を書き足してコード進行は一緒です。オリジナルの楽作ってください。で、テロップと一緒にできた方もやっぱり書いてね、自分だけの演奏をしてみるのがおすすめしています。その時に参考になるようにガズのノートを見ていただきたいです。ここちょっとイントロは場所の関係でちっちゃい尺になってますけど、これがワンブロックね。本編でこの大きさになってます。で、この下にくるって囲ってるやつは、後半やるかっこいいバージョンではちょっとこんな感じでコードを増えて増やしていくんで、今のシンプル簡単バージョンはこれ上の段をやったということで、まず一時停止でどんどんメモっていってください。ちょっとノートが見づらいなという場合は、動画のテロップを一時停止して、それでメモってもらうのがいいと思います。じゃあ一時停止でどうぞ。まずここ A メロ、B メロですね。A メロ、B メロっていうか、うん、なんかどんどん進展していくようなタイプの曲ですんで。はい、じゃあここ、こんな感じ。どんどん行きまーす。一、は、応、い、ここサビというふうに名付けましたけどね。はい、合唱曲なんでね、こう、J-POP みたいな感じの作りとはちょっと違う感じがしますけれども。はい。で、最後ここ、もう一回、このラストのこのフレーズを、繰り返して、で、最後はここがね、大空にとか倍の尺になってます。ここちょっと書いてありますけど、そこちょっとなんとなくこう動画の中で感じ取ってください。はい。こんな感じになってます。じゃあ出てくるコードの解説。これですね。Cam-FDm-G7Em7C7 というこのコード。この7個のコードで今、簡単バージョンはやってみました。これ、もうわかりますよね、これね。わかんない人はね、これね、いっぱいあるように見えますけど、
超簡単入門コードです。はい、これドン、ガズレレ必須コード。私がめっちゃわかりやすい動画をもうすでに撮っています。ここに貼っとくんで、コードはここで覚えてください。これね、楽しく覚えるのがコツになってますんで、ぜひこれは必須って書いてあるから、もうまず覚えてくださいね。で、今日はね、かっこいいバージョンで1個コードが追加されます。よく出てくるんですけど、簡単コードです。これね、 G7 サスポートということで、これね、 G7 というコードがここにあるんですけど、これとセットで使うコードです。まず普通のコード G7 はこことこことここ、こんな感じで三角形で押さえるんです。小指見てて、これ足したら G7 サスポートです。離すと G7、 こんな感じで使う。ちょっとね、かっこいい弾き方になります。これが対応します。はい、で、かっこいいバージョンの弾き方なんですけど、今ちょっと弾いたんですけど、こんな感じのね、これガズペジオという弾き方です。これはガズのオリジナル、なんかね、オリジナルというか、これちょっとピアノっぽいイメージが出せる、奏法でございましてですね、この合唱曲みたいな、こう、タントン、タントンみたいな感じの時には、このガズペジオという奏法がすごくこう合うんじゃないかなと思います。まあもちろん4つ弾きでもね、もう全然かっこいいと言ってか、4つ弾きでも本当十分だと思うんですけど、まあまあ、一応参考としてこのガズペジオというのは今日シェアしとこうと思います。このガズペジオの弾き方、このリンク先行ってください。このリンク先はウクレレでできるリズムいろいろというガズレレホームページの1枚です。その中から、ガズペジオという動画でね、マスターしてください。これはね、結構ね、こう、夢中になって取り組んでると結構すぐにできるやつだと思います。ただ、歌を一緒に歌うときにこっちがね、リズムがね、こう、ヨレヨレとならないように、こう、一応リズムキープをしっとりしながら、早くならないように、落ち着きながらやるっていうのが、ポイントになると思います。はい、そして、さっきも言ったんですけど、この曲の特徴は、このワンブロックにコードが4つ入るところが結構、こういうところとかね、出てくる、不意に出てくるんで、この辺がちょっとお見逃しなく、一応色を変えて動画内でテロップでやっておきますけれども、でね、特にこれはもう決めとかこうなんかロックみたいにバシバシみたいな決めもなく、こう本当に淡々と進む感じ、こう心を込めて感謝とともに歌う、このスピリットがやっぱ入る、卒業式といえばそんなね、こう、なんか嬉しくもあり悲しくもある出会いと別れみたいなところこう含まれてる、そんなね、こう青春をもう、ぶっつける感じで歌うのがいいんじゃないかなと思います。はい。そんな感じで心を込めてやってみようと思います。旅立ちの日にガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる!1、2、3、4。Oh, oh, 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 oh
旅立ちの日にガゼレレ流かっこいいバージョンやってみました。こう心落ち着けてね、こうしっとり心込めてこう歌いたい曲です。3月に本当これは歌いたい、まさに今歌いたい曲でございます。皆さん思いっきり歌いましょう。さあ皆さん、お知らせなんですけど、いよいよ18、19と博多で G ラボウクレレのですね、ポップアップショップ、これがオープンします。ガズの参考はないんですけど、いつもガズがね YouTube チャンネルで使ってるガズの分身ともいえるガズモデル、本当に使ってるガズモデル展示、思想もできるようになってます。あとね、他にもいろいろねコンテンツ盛りだくさんな、博多のポップアップショップ、ぜひね、あの博多のご近所の方、いや遠い方もですね、今週末18、19日博多駅前のアミュプラザやりますんで、ぜひチェックしておいてください。2023年ガズレレ生誕10周年ということで、東京、名古屋、大阪でイベント開催したんですけど、もうソールドアウトになってくれてありがとうございます。追加公演決定でーす。5月の14日日曜日吉祥寺 GB で夕方の部、これが予約スタートになりました。ぜひ皆さん、買い逃した方、どうしようかなって迷っているうちにソールドになっちゃった方、概要欄に貼っておくんで、ぜひ、予約してください。待ってます。そしてね、ガズレレではいろんなことやってるんですけど、ガズピアノっつうのやってるんです。知ってましたか？鍵盤楽器もガズレレスタイルでどんな方でもすぐ弾けちゃう革新的な、YouTube チャンネルがあるんですよ。これガズピアノでね、 YouTube 検索すると出てきます。本が出てますから、リットミュージックさんから出てますよ。ぜひ皆さん、これ覚えておいてください。検索して、今楽器さんとか本屋さんにも売ってると思います。そしてガズレレではですね、ガズレシピというアプリがあってですね、アプリ、スマホとかタブレット皆さん入れておいてください。入ってそこで何ができるかというと、楽譜が見られます。無料の楽譜もあるんですけど、有料の楽譜がもう山ほどあって、もう何百曲もそこで、要はこうスクロール、自動スクロール機能とかメトロノーム機能とかってなかなかすごいいいことになってますんで、ぜひアプリ入れるだけでもまず入れてみてください。そしてそれのね、書籍版も出てますから、ね、これ本にもなってるんですよ。 Amazon などで販売中。ガズレシピ書籍版もぜひチェックよろしくお願いします。あと、いつもでガズが使ってる G ラボウクレレについているこの水引きだとか、はい、このストラップだとかキャップだとかね、 T シャツとかいろんなグッズあります。このグッズページ、ホームページに載ってますので、ね、いろんなグッズも探してみてください。そんな感じで、あっちからこっちからもうめちゃくちゃもう楽しく音楽やろうぜということで、盛り上がって盛り上げていっております。ぜひ皆さん楽しく音楽していきましょう。さあ、本日はレッスン動画をご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。それではね、バイバイ。